はい、皆さん、こんにちは。今日はですね、以前皆さんに言われた、ことでね、ギターに使っているアバロン貝だとか、白蝶貝、そういった装飾っていうのはどういうものが使われてるのっていうことでね、いろんな方からこう聞かれることがあるんだけども、以前、いつだったかな、ブログの方で紹介したときに、高知のジンさん、レーザーがなんかで、ちゃちゃいってこう切り出してるのかと思ったって、おっしゃったんでね。そう言われてみれば、皆さんこれ、実際どういうふうに使われてるかっていうのをご存知ないのがね、実際だと思うんで、では、今日はね、実際にトヤギターに使っている、その装飾、貝を工場から送ってもらいました。で、この現物を見ながら、どの部分にどういう装飾を使っているかっていうのを皆さんにご紹介したいと思います。これを見ればね、もうギターに、適材適所なんですね。いろんなものが使われてます。それっていうのがもう全部わかるようになるかと思いますんで、ご紹介していきたいと思います。で、題材として、今こちらにあります、新型の TD-2B というモデルですね。これも、今日届きました。オーダーいただいたのが新潟県の T さん。ということで、こう T さんの今ご了解をいただいて、このギターを題材に、どこにどういう装飾を使っているか、それを皆さんにもね、知っていただくために、今日紹介したいと思います。じゃあまず、装飾の種類についてなんですけども、これをね、4パターンあります。4つの種類があります。まずは、こう、アバロン貝だとか白蝶貝を、切り出して、その形をね、装飾を作って埋めていく。これっていうのは非常に手間がかかります。これがこの TD-2B のこの指板に使われてるんですけども、これ後でちょっとアップで皆さんにお見せしますね。そういって一つ一つ貝を、形を切り出して埋めていくっていう、手間のかかる、作業。こういうやり方、があります。で、それと、あと、ギターのこの周りですね。そこに使われているものが、こういうもの。これね、今フィルムの上に、こう、アバロン貝を、こう、ブロック状に切ったものをずっとこう、並べて貼り付けたものです。で、ギターのこの外周にね、外周に一個一個埋めていったんじゃ非常に作業効率が悪いわけですね。で、そこで、こういったもの。まあ、これ、なんかネックレスみたいな形でね、なってますけども、フィルムの上に、アバロン貝を一定の大きさに全てもあらかじめカットしたものを貼り付けていく。これを、ギターの外周にこう、はい、貼り付けていくわけですね。こういうものがあります。で、この、まあ、二つのパターン、まあ、これも貝の、ブロックですね、使われているものがあります。で、二つ目の素材。こちら。シート状の素材があります。これはどういうものかっていうと、貝の表面を薄くこう、スライスして、まあ、どうやってやるんでしょうかね。スライスして、で、これを樹脂で固めたものです。で、これももう本物の貝になります。で、このパターンっていうのは、こう、例えばこう、装飾、形をね、パーンとこう、一発でこう、切り抜くことができるんで、結構いろんな用途に使われてます。作業効率が良くなるわけですね。まあ、コストも、一個一個貝をもう切り出していくよりは、あらかじめシート状にして、したもので、打ち抜いていった方が、当然、作業効率が良くなるということで、これが今使われているものが多いですね。これちゃんと見てもらうと、アバロン貝です。透けて見えるからちょっと後ろあれだけども、ちゃんとこれだと光ってますんでね。こういったものが、一番主に使われています。じゃあ、それとあと、三つ目。三つ目というのが、これとね、同じようなもので、疑似装飾、ですね、そうしたものがあります。で、それっていうのは、皆さん見たことあるかな、5センチ刻みぐらいに、こう、ブロック状になっててね、リピートっていうんだけども、同じ模様のパターンが、いくつもいくつも、こう、リピートしていくんですね。そういうブロック状のものがあります。それは本物ではなくて、まあ、偽物ということ、形になるんだけども、そういうパターンのが三つ目になります。で、ここでね、皆さんに、理解いただきたいのは、今私、偽物という言葉を使ったんですけども、正しくは、疑似装飾、という呼び方が正しくなります。で、どうしてもね、本物っていう言葉があるから、反対の言葉で偽物っていう言葉が出てきちゃうんだけども、正しくは疑似装飾という呼び方が正しいというふうに、思ってください。で、よくクレジットカードのホログラムありますよね。
あれみたいなものというふうに考えていただければ結構です。それは本物ではないんだけども、装飾としてあのちょっと用途でね、使われているものがあります。これが3つ目のパターンで、あとあの4つ目というかこの縁に使われるやつ、先ほどこのアバロン貝とか白蝶貝ね、これはブロック状に切っていったものを、ギターのこう外周に貼っていくんですよって言ったんだけども、これ一番安いギターに使われてます、セルロイド、これはもう光りません。ただ最近ね、ちょっと技術が、進歩したのか、若干こう、光沢があるんですね。ただ、本物のアバロン貝とは違いますんで、これはもう見ればすぐにわかります。まあ、疑似装飾と言われるやつです。これはお値段の安いギターなんかに使われてます。こちらもそうですね。これが白蝶貝の、疑似装飾になるんですけども。ちなみに、私のトヤギターでは、この疑似装飾のこちらのタイプは使われていません。まあ、安いギターにはこういうものを使われているっていうことでね。で、ただ、その、誤解あるといけないんだけども、例えば70年代くらいの、ギターになってくると、そこそこのグレードのものでも、当時は、もう本当にこういうね、一つ一つ貝を切り出していくか、疑似装飾かのどっちかしかなかったんですよ。こんな、いい材料のものが当時なかったわけですね。その代表格っていうのが、例えば今ちょっと懐かしい機械で、ね、これモーリスのダブル、の100です。これ外周、ここね、真ん中は本物のアバロン貝なんです。で、この外周、ここの部分っていうのはその疑似装飾なんですね。で、私、それが嫌で嫌でね、この表面のところ全部削り取って、ここに貝自分で埋め込んでったんですよ。なんか余計に汚くなっちゃいましたけども、この時代っていうのは、そういうね、今言ったそのセルロイドの、このタイプ。これが一般的に使われる、のが、まあ、普通でしたね。で、今は安いギター、それだけにしかこれは使われていません。これはまあ、光沢の度合いは少ないんですね。で、この白蝶貝の、疑似装飾と、こっちの本物の、白蝶貝との違い、これね、見分けるのに、多分ね、映像ではもうこれ、わからないんです。カメラにはちょっと映らないんだけども、本物っていうのは要は真珠と同じでね、見ると光が当たると表面が虹色に光ります。で、こちらの疑似装飾、こちらは光りません。ただ白いだけです。これでギターに埋め込んであるものが、本物の貝なのか疑似装飾なのかっていうのは、判別することが可能です。というふうに覚えておいていただいてね、お願いします。で、さっきのアバロン貝のこの、タイプだけども、本物はもうこうやってこう継ぎ目がね、いくつもいくつもあるんだけども、こちらそういうのがないんでね、ずーっと繋がった、絵面になります。まあ、これで判別ができます。まあ、光らないんでね、すぐにわかるかと思いますけども。まあ、私の方のギターには、この疑似タイプの、このタイプ、白蝶貝もアバロンタイプのも使っていません。まあ、世間一般的なこうギターには使われているという意味でね、紹介させていただきました。じゃあ、みんな折っちゃうな。で、どこにどういう材が使われているかということで、まず、一番が、一つ一つの貝を全部その形に切り出して埋め込んでいくって。これがもう職人技でね、一番こう手のかかるものなんですが、ちょっとこれどけちゃいますね。見ていただきましょう。この TD2B のこの芝に使われているのがそうなんです。これがもう細かく全部職人さんが一つ一つこう切り出して、埋め込んでいくんですね。で、これっていうのはもう手間もかかるし大変だし、ね、非常に具合が悪いもう、ということで、今はこちらのヘッド、こちらの方が先ほど言ったこちらですね、シート状にしたもの、樹脂で固めたもの、これで打ち抜いて作ってあります。で、以前あった TD1 のこちらの指板は今のそれです、打ち抜いたタイプです。で、 TD2B はこちら、一つ一つ職人さんが埋め込んです。まあ、ね。でね、じゃあこっちも、これを使ってやればいいじゃんって思うかと思うんだけども、これね、これではできない、職人さんではなければできない部分っていうのがあるんですね。これをさらにちょっとアップで見ていただくと、この貝、白蝶貝とアバロン貝、で、アバロンも、青いところ、それと緑のところ、で、白蝶貝もよく見ると、こう、黄色いところ、これを全部、変えてるんですよ。これはもう人間でなければできないんでね。こういう装飾ではできないんで、
これはもうまさに職人芸ですね、そういったものを使っています。この辺にはちょっとこう黄色系のね、貝を使ったりだとか全部変えてるんですね。だからもうこれはもう職人さんのセンスだとか、まあ、そういった打ち抜いたものもあるんだけども、これは一つ一つ切り出して埋め込んでって、もう手間のかかる、ものになります。まあ、TD2B もね、なかなかちょっと生産が全然追いついてないっていうのもそういう理由もあるんですけども、これはもうとにかく手の込んだものでね。で、今回、ブリッジも変えました。ブリッジも見ていただくと、こちら、ちゃんと埋め込んでるんですよ。この形にね、従来のものは、シートのやつを使ったんだけども、これは貝の形を一つずつ切り出して、白いところとこれ黄色いのを、使い分けてるの分かりますかね。光の加減でちょっと変わると思うんだけども、色の使い分け。これが新しいパターンで、できてます。で、参考までに、従来のTD1、のタイプはね、これは、このブリッジ。こちらは、これを使ってます。これを使って、型を打ち抜いて、ここに埋めてるわけですね。この違いがあります。まあそれにかかるコストってのはやっぱし違いが出ちゃいますんで、まあそれぞれに合ったものをという形になります。で、それとあともう一つ、ここでね、さっきの偽物という言い方が疑似装飾という言い方っていうね、それが正しいって私言ったんだけども、今度このピックガード、これがその疑似装飾になります。疑似装飾の方がこっちの本物よりもキラキラ光って綺麗なんですよ。もう綺麗で値段も安くて型は自由自在に作れるんだからそっちの方がいいじゃんっていうふうに思うかもしれないんだけども、なんでこのピックガードにね、その疑似装飾を使うかっていうと、ここに本物の貝使ったらボロ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 みんな崩れていっちゃうんですね。えらいことになっちゃいます。なんで、こちらの方は疑似装飾を使ってます。この桜の、部分、ここはこう虹色にはなりません。このトヤっていう文字も、違いますね。で、ここ唯一、先ほど言ったこのセルロイドのタイプ、これを使ってます。ここも本物を使っちゃうとみんな崩れていっちゃいますんで、これはもう、疑似装飾を使ってます。要は適材適所、というふうにお考えいただければ結構です。じゃあこちらのね、よいしょ、今ここに、T12 があります。で、ここのヘッドに使われているこれは本物なんですよ。これのと同じやつの白蝶貝バージョンですね。それを使ってます。で、このトヤという文字も、その白蝶貝のタイプを使ってます。まあ、一応これ本物なんで、光の当たる角度で、これ虹色に光ります。色の方のね、度合いの方が変わるんで、それで、本物かどうかというのは大体わかるかと思います。で、こちらで、ですね、よいしょ。あ、ちなみに、この T12 のこの指板、これは、これを使ってます。ね、ということですね。まあ、要は、打ち抜きということで、非常にこう、コストを抑えて、作ることができるという、まあ、パターンになってきますね。そんな形です。なんで、ただ単に、本物だからいいとか、偽物だから良くないとか、そういうことじゃなくて、場所によって使い分けてます。まあ、要は適材適所っていう、その、まさにその言葉ですね。それに尽きると思います。で、こちら、今このビデオカメラで見ても、この本物の貝だとかね、この、疑似との違いっていうのはなかなか分かりづらいと思うんで、また私ね、ブログの方に、拡大した写真載せときますんで、そちらの方を見てください。それと、実際にギターとなって完成した写真、それには、一覧のね、製品一覧というところから写真入れますんで、全体のものを見ることができますから、また合わせて皆さんそちらの方も、見てあげてください。ということで、TD2B というのが、こちらの、指板がね、もうすごい豪華になった、ということで、知っておいてください。あとヘッドも、ニューバージョンのこの彫刻タイプのペグ、これを使ってます。非常にこれ音もね、ホワイトスプルース使って、この低音の出方がね、シとかよりもいいんですよ。ということで、まあ今日はそんなところで、ね、
で、この、このバージョンの、ピックカードですけども、工場の方で残り在庫次第なんだけども、いくつかありますんで、最初に、来た方、ご希望で買えることはできます。ただし、終わり次第、通常のこちらの、パターンの方に戻りますんで、その辺だけお願いいたします。大体その使われている装飾の違いっていうのは分かりましたかね。まあこういったもので本物がちゃんと使われてるんだよっていうところで、知っといていただければ幸いです。ということで、じゃあまた明日になっちゃいますけど、写真の方、これがね、どうしてもうまくこの虹色がね、カメラだと映らないんだけども、またブログの方に載せておきますんで見てあげてください。よろしくお願いします。はい、じゃあどうもありがとうございました。